ウフィチ美術館に所蔵されている大公の聖母の修作素描。本作品同様にレオナルド・ダ・ヴィンチの影響が見られるカーネーションの聖母。ロンドン・ナショナル・ギャラリー所蔵。2016年のプーシキン美術館でのラファエロ展で展示された大公の聖母。大公の聖母はイタリア、イキルネサンスの巨匠。 ラファエロ・サンツヨが1505年から1506年に制作した絵画である。油彩。本作品の名は所有者である、トスカーナ大公フェルディナンド三世が特に愛した絵画であったことに由来し、ラファエロの描いた聖母像の中でも特に有名な作品の一つである。一見すると暗闇の中に浮かび上がるように描かれた聖母マリアと幼いイエス・キリストが印象的だが、 黒い背景は、後世の過失によるものであることが判明している。過失は2層にわたっており、これを除去して、かつての姿を修復することは、不可能とされている。現在は、フィレンツェ、ピッティ宮殿のパラティーノ美術館に所蔵されている。また、ウフィチ美術館には本作品の修作素描が、所蔵されている。ラファエロが描いているのは、 赤と青の衣装を身にまとった聖母マリアが幼い、キリストを抱きかかえるという典型的な聖母史像である。本作品を制作したのは若きラファエロがレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ・ブオナローティの評判を聞きつけてフィレンツェにやってきたばかりの時期に相当し、様式は死であるペルジーノに依拠しているが、ダ・ヴィンチの強い影響をスフマートによって確認することができる。 ラファエロはこの技法によって絵画に優雅なバランスと調和を与えている。ラファエロが本作品を制作した経緯については明らかではない。本作品に関する最古の記録は約300年後の1799年12月23日のウフィチ美術館の監督官、トンマーズ・オプッチーニがウィーンに亡命中のフェルディナンド三世に当てたメモである。当時のトスカーナは ナポレオンの侵攻に際して、フランス軍の略奪にさらされており、プッチーにはその危険から美術品を守らなければならなかった。そんな時、トスカーナの貧しい未亡人の家から保存状態の良い生母子を描いたラファエロの絵画が発見され、ある画商に売りに出されたという情報が入ったのである。メモはそのことを大公に知らせるためのものであり。 知らせを受けた大公はプッチーニに絵画を購入するよう指示した。こうして世に出たのが本作品、大公の聖母である。大公は絵画を非常に気に入って大切にし、1800年に他のコレクションと共にパレルモに移した後は亡命先まで絵画を運んだ。そして1814年のウィーインディテーションによってトスカーナ大公に復位すると、 翌年絵画をフィレンツェに持ち帰った。しかし太公が生涯にわたって、絵画を自身の寝室に飾ったため、パラティーノ美術館の展示からは除外され、太公がフィレンツェを留守にする夏の間だけ、特別に公開された。本作品がパラティーノ美術館で広く展示されるようになったのは、太公の死去から4年が経った1828年で、あり、絵画はすぐに、 ラファエロの最も人気のある聖母画の一つとなった。その人気は模写や版画の多さによって証明されている。絵画の新筆性については発見された当初からラファエロの作品であることは疑われていないが黒字の背景部分はラファエロの他の聖母子を描いた絵画には見ることのできない極めて異例な表現であるため背景部分が ラファエロの真筆であるかどうか論争が続けられた。真筆を疑う少数の研究者は背景の下にラファエロが描いた本来の背景が隠されていると考えた。その一方で真筆と考える研究者は幼いキリストの神や降臨など部分的に黒字の背景の上に塗られた箇所があることを真筆の重要な根拠とした。百八十四年 フィリキューデンで模様されたラファエロ展に際して行われた科学的調査は、太閤の聖母についていくつかの重要な事実を明らかにした。一つは、赤外線リフレクトグラフィーによる調査で、ラファエロが本作品を描くにあたって、スポルベロ技法を使用していることが判明した。これは死体を転写する際に用いる技法で、具体的にはカートゥーンの線に沿って小さな穴を開けていき、 そこから顔料を付着させることで転写するというもので、ラファエロの他の作品においても確認されている。もう一つは、X 線撮影による調査で、その結果、黒字の背景のもとに、室内空間の風景が隠されていることが判明し、これによって、黒字の下に、ラファエロの神筆による風景が隠れているとする説が、証明された形となった。しかしこの発見に対して、 ラファエロが構想を変更し、黒い背景で書き直したとする説も唱えられたが、現在では黒字の背景部分をラファエロの過失に返す見解は否定されている。というのは、最下層の背景部分に剥離した箇所があり、そこにも黒色顔料が塗り込まれていることが分かったからである。この事実は背景の過失が少なくとも 元々の絵画の顔料が剥離するほどに時間が経過した後になされたものであることを示している。また黒字の上に塗られた部分については拡大撮影した結果、ラファエロのものとは異なる活発なタッチが確認された他、蛍光 X 線分析によって当該箇所の顔料の成分がラファエロの新筆部分と異なっていることも判明した。以上の調査から、 おそらく17世紀から18世紀の間に、背景部分の保存状態の悪さを覆い隠すために、黒色顔料で背景が塗り直されたが、その際に、部分的に、聖母マリアとキリストの輪郭部分が隠れてしまったため、黒字の上に解筆がなされたと考えられている。ありがとうございます。